スペイン一部リーグ、レアルソシエダード1、2ラヨバリエカの第1節、18日、レアレアレーナスペイン一部リーグ開幕節で18日、レアルソシエダードの MF 久保竹房、23、は本拠地のラヨバリエカの戦で先発し、得点に絡むことなく、後半23分に途中交代した。チームは1、2で敗れ、ホームで痛恨の黒星スタートとなった。 3期連続の開幕戦ゴールを狙った久保は、新シーズンの初戦で4-3-3のミニウイングで出場。相手のサイドバックの厳しいマークに苦戦した、得意のドリブル突破を封じられ、シュートを放つこともできなかった。後半9分にスルーパスから後期を演出したが得点にはつながらず、同22分に失点した直後に交代した。